5月12日は母の日。いつも支えてくれるお母さんに毎日でも使ってもらえるものを贈りたいですよね。そこで今日は本物志向のレザーアイテムが人気のこちらのお店に母の日ギフトを探しに行ってみましょう。それでは週刊みひろナビ、始まり始まり。週刊夢ひろナビ、今回ご紹介するのは夢タウン広島1階マルメロビアジェン。革本来の風合いを存分に味わえるレザーアイテムのブランドショップ。店内には素材と縫製にこだわったオリジナルアイテムをはじめ、国内外からセレクトした個性的なバッグやシューズなど、使い込むほどに愛着が湧く革製品がいっぱい。職人の手から一つ一つ丁寧に生み出されるぬくもりをぜひ手に取って感じてみてくださいね。柴田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。もうすぐ母の日ということで、マルメロビアジェンおすすめの母の日ギフトをご紹介いただけますか。はい、こちらの京都の老舗ブランドとコラボした限定アイテムをおすすめいたします。京都のクリームカンパニーが70周年を記念し、東京生まれのマルメロとコラボした限定アイテム。マルメロ定番のバケツトートにヌメ革のハンドルとネームタグをプラスしたシンプルで大人かわいいトートバッグです。柴田さん、マルメロビアジェンおすすめの母の日ギフト、続いてはどんなアイテムでしょうか。こちらのイタリアンレザーの中でも個性的なダリダの革を使用したお財布はいかがでしょうか。手になじむ独特な触り心地と、個性的ながら派手すぎない上品な色合いの L 字財布。開け閉めもしやすく、中までしっかりレザーを使っているので高級感があり、大人の女性にぴったりです。マルメロビアジェンでは愛着を持って長く愛される本物志向のアイテムを多く取り揃えております。夢タウン広島1階マルメロビアジェンで皆様のお越しをお待ちしております。